はい、どうも石原です。新型 iPad Pro 2020年の春、3月の31日に開催される Apple イベントの時にですね、発表される iPad Pro、結構いろんな情報が飛び交ってますけど、かなりね、もう絶対発売しますね。iPad Pro 絶対発売します。2020年の新型 iPad Pro 絶対発売します。何回も言いましたけど、これですね、こちらの動画では12インチの iPad Pro に統一されるんじゃないかみたいな。旧モデルっていうかね、2018年に発売した iPad Pro は11インチと 12.9 インチの iPad Pro があったんですけど、今回12インチの iPad Pro になるんじゃないかみたいなちょっとリーク情報があったので、動画にもしたんですけど、間違ってます。12インチにはなりませんね。11インチ、12.9 インチの iPad Pro、2モデル発売されると思います。その理由はですね、なんと、現時点で新型 iPad Pro のケースが発売されてます。Amazon で。で、実際に今からちょっと Amazon のページをお見せしますね。はい。このようにですね、iPad Pro 2020って書いてケース11インチ。こちら iPad Pro 12.9 インチ2020ケースって書いてますね。で、これ2018年に発売した iPad Pro なんじゃないかって一瞬思うかもしれないんですけど、ここを見てください。ここ見てください。完全にこれトリプルレンズが搭載されてます。 iPad Pro に。これ iPad Pro って2018年に発売したのはトリプルカメラではなかったんですよね。なので実際にこのように iPad Pro、新型 iPad Pro の11インチ、12.9 インチと従来のようなモデルで販売されることを物語っております。もうこの時点で iPad Pro のケースが出てるってことは、もう3月の Apple スペシャルイベントで絶対に発表されることはもう確定しましたね。このようにですね。なのでですね、3月に向けて、ちょっと iPad Pro の2020年、この今紹介した iPad Pro の2020モデルを買おうかなと思ってる方は、もう完全に11インチと 12.9 インチ発売されますので、早めにケースを買ってでも OK ってことになります。で、実際この、iPad Pro、2020年の新型 iPad Pro の、ケースのリンクを概要欄に貼っておきますので、一度ね、実際自分の目で確認して、なんかすんげえケース出てるんだ。結構ね、出てるんですよ、ケース。で、見るからにトリプルレンズだしっていうのもあるので、ぜひね、一度チェックしてみてください。ということで、12インチの iPad Pro 1本で来ると思ってたんですけど、このように紹介した通り iPad Pro の2つのモデルですね、11インチと 12.9 インチのモデルのもうケースがすでに Amazon で販売されてますので、もうこのサイズ展開でいくと思うので、12インチの iPad Pro は販売されないことが確定しました。でも、実際3月のイベントで新しい iPad Pro は発売されると思いますので、ぜひ皆さんもね、この情報要チェックしてください。今後もですね、なんか iPad Pro に関連した情報とか iPhone SE2 とか新しい iPhone に関連した情報とか、あとレビューとかも動画で発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またですね、過去にもですね、iPhone のアプリの使い方とかおすすめアプリとかですね、あと AirPods Pro の裏技的な使い方とか、いろんなガジェットのレビューも過去の動画でアップしてますので、ぜひ過去の動画もチェックしてください。はい、ではまた次回の動画で。